ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。そして今日はですね、スペシャルゲスト灰の人さん、某国の国で働いてる人日本語を話してますけどはい、はい、灰の人さんが ISTP だ、はい、とおっしゃるので、うん、特定のタイプの人を呼んお呼びして、はい、MBTI タイプ入門コミュニケーション編に書いてある、はい、この ISTP の人に対して、うん、あなたはこんなコミュニケーションをしてませんかと、はい、ここちょっと注意点ですよっていうお話をしたときに、はい、あーって思い当たるのか、はいはいはい、どうかっていうのをちょっと愛の人さんにお試しさせていただければなと思ってます、はい、ただよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。でただ、うん、私とこの灰の人さん、うん、なんて言うんだろう、対局にいるんです、ね、対局の人ばっかりですね。あの要は僕が感情が第一機能、はい、うんうん、で外交感情が第一機能、うん、で劣等機能が内向思考、うんうんうん、で灰の人さんは内向思考、ね、内向思考が第一機能で、うんうん、劣等機能が外交感情、うんうん、っていう、なんて言うんだろう、お互いの、なんて言うんだろう、なんか刺激されてですね、僕は。緊張するんですね。はいはいはい。自分はなんか、うんうん、バカが見つかされてんじゃねえかっていう。うんうん、いや、そんなことはないと思いますけど。気持ちが湧いてきて、はいはい、バカとバレないように。その辺が外交感情なんじゃないですかね。外交感情的感覚だとは思うんですけど、ね、っていうのを、僕としては、灰の人さんにも感じてほしいんですよ。僕ばっかりずるいと。僕ばっかりがこの劣等機能を刺激されてね。まあまあまあ。僕ばっかりずるいじゃないかと。っていうのって感じたりするんですか？まあ確かにまあ。感じてない、ね。感じてない。それはでもあるとは思いますよ。まあまあ。なんだろう。いいな、ああいうコミュニケーション上手なのとか、あるじゃないですか。ありますあります。うん、あ今ね、もうごめんなさい。こういうの疑っちゃうんですよ。もうあります。あ流していったね、この人は。いや。社会に出るとこういうのもできちゃうんだねって。いや。っていう、灰の人さんをお呼びして、ISTP の人に対して響くかなっていうのと、うん、あとはまあ、つだつだと、この16タイプの話を、その後でさせていただければなって思ってます。はい。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい。ちなみに、この ISTP の人っていうのを、端的に、はい、ISTP の人は実際的に分析検討するタイプですよと、うん、主機能の思考機能を使って自分の内面の世界に接して情報や考えを論理的に評価検討するよと、うんうん、感情じゃないんですね、私みたいに好き嫌いとか、あなんかもうそういう時そう思ったからもう嫌だ、嫌なものは嫌みたいな感じじゃなくて、多分そこには論理が積み重なっているんであろうと。で、劣等機能は、感情機能で、この機能を発達させることによって論理的帰結とその場にいる人々の欲求、気持ち、置かれている状況とのバランスが取れた判断を下すことが可能になるなんて書かれているんですけども、灰の人さんは論理的に評価検討する人でしょうか？まあそうですね。例えば仕事とかで話を聞いたときには、はい、一旦感情は外に置いて、まず状況として何があったのかを判断するっていうのは大事かなとは思ってます。大変だーじゃないんですね。でもそこは僕も分かりますけどね。まあ、基本大変だとは思いますよ。それは当たり前ですけど。でも、あくまでそこは置いといて、実際に何があったのかっていうところがないと、うちの課長とかがよく言ってる、ナラティブに物事を整理することができないじゃないですか。ナラティブというのは、ストーリー立てて物事を整理して説明するってことができないじゃないですか。なるほど。感情的にこれをこうやって処理しようって言って、処理してうまくいくこともあるとは思うんですけど、やっぱりある程度論理立てていかないと、私の場合は話すことも喋ることもできないかなみたいな感じ。多分、仕事だと、私も、その、大変だってなるんですけど、もちろん、じゃあどうしようっていう時には、一応論理というか、あ、こうしなきゃいけないってのが出てくるのはわかるんですけど、こと、例えば、恋愛とか、そういった面で、思考、内向思考の人はどういう感じになるんですかね。好き嫌いとか、
人対人に対し人とのコミュニケーションの時に、うん、例えばデートと初デートとかの時とかってどん、うんうんうん、初デートじゃないの？あ、でも二等辺はマニュアルですよね。でも逆にでもなんかマニュアルというかマニュアルはまあ読んでますけど、うんうん、こういう風にしたらいいみたいな感情、逆に感情じゃない感じがするんですよ。あ、でもまあ、うん、自分のなんか得意な話とかには持っていくようにはするのはあるんですけど、なんかそのでも何だろう、人と付き合う時とかって、うんうん、まあ好きっていう気持ちがあって、うんうんうん、でも落とすっていう意思があって、うんうん、行動に移すんですね、うんうん、でその時に多分うまくいく、あ、これと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 これがあるからうまくいくとか考えてなくて、うんうん、もう行くって決めるみたいな、まあ、行くぞ、うん、おーなんですね。でも感情と、はい、なんか 理屈はセットな部分もあります、はい、僕の場合は。まあ私もそうですけど、ね、って決めたら、はい、どうやって行くかを考える。とりあえず行くじゃないんです、ね、とりあえず行くはないんで愛の人は今どんな感じで聞いてました、この二等辺の話。はい、多分二等辺だと逆ですね。まず、はい、まず感情があって、感情がまずこう、正規するわけじゃないですか、人間って。ま、巻き起こるわけじゃないですか。はい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 。はい、で、その後に、どういうふうにその状況を処置していったらいいかっていうことを考えて、動いてる感はあります。あ、そう。だから僕も、それで感情が好き、はい、好きとか、なんかこうしたいとか、感情が芽生えるじゃないですか。やっぱりあるんですよね。あります。まあ僕、感情タイプであるんですけど、はい、で、その後、理屈も考えるんですけど、はい、自分の感情が納得いく理屈を考える。ああ、なるほど、うん。満足いく理屈を考えるみたいな。なるほど、うん。そこは逆なんですよね。私の場合は理屈さえ通っていれば感情は押し通せるんで。多分その辺がそう。なるほど。僕は内向感情なんで、理屈も考えるけど、その理屈自体が自分の感情を満足させられる理屈を考えるんですよ。なるほど。うん、でそこは肺の人さんは違うっていう、うん、この内向思考の人は、理屈が優先、うん。結局外向感情なんで、私がですね、私も劣等機能として持ってる、はい、持ってるんで、はい、そもそも何かに対して感情は起こりやすいんです。うんうんうん。はい。ないわけではない。なるほど。外に対して巻き起こったその感情っていうものを主機能である内向思考で抑えてるっていう状態なんです。で、二等兵さんは逆で、多分頭の中で嫌なことを思いついてしまったりとか、不安がわーって巻き起こるんです。それを感情で抑えるんです。決めるしかないとか、これはこうだとか、こうやるぞ、やるぞとか、こうだっていうので押さえつけるっていうパターンだと思うんですよね。はい、私の場合逆で、感情がまずあって、その感情に対処する方法を考えて、それによって感情を合理化するっていうことをやるのが近いです。頭いい人と喋ると。面白いですね。なんか急に今もう僕の反省会がしたくなってきました。じゃあ僕どうしましょうねって。違う違う。この回は違うって。趣旨が違う。趣旨が違う。深呼吸、深呼吸。うん、ふぅ。あ、ハインドツさんいいね。面白いね。